それではチャット GPT の実演をしてみます。まずチャット GTP を立ち上げるんですが、どこやったかな、これかな、これですね。よいしょ、これがチャット GPT の立ち上がった画面です。それでは少し質問を入れてみます。質問はですね、ここの質問をするとこに入れてみます。まず最初の質問は、まあ、ズームの、ズームにスムーズに参加するためには、こういう質問を書いてみます。で、ここで、尋ねていくと、今回答が出てきてますね。Zoom の今これは AI が考えているところです。ちょっと時間がかかってますが、Zoom の参加をスムーズにするためには以下のポイントを確認することが大切ですと。まず、十分なインターネット接続、要するに、高速なインターネット接続がないとダメですよと。その次にコンピュータのスペック、コンピュータの性能ですね。Zoom の動作要件を満たしていることを確認してくださいと。まあ、要するに、コンピューターの性能が高くないといけないということですね。そのブラウザとの互換性、Zoom アプリを使用することをお勧めしますが、ブラウザを使用する場合は最新の Google Chrome が推奨されますと。まあ、これは、まあ、Zoom アプリというのがあって、そこから起動した方がいいけども、そうじゃなくてブラウザ、まあ、要するに Chrome などを使用する場合は最新版の Google Chrome を使ってくださいと。それと、オーディオ設定を正しく設定することで、音声品質を向上。このオーディオ設定を正しく設定することで、まず音が出ないということが、避けられると思うんで、これ大事ですね。会議には時間の余裕を持って参加する。会議に遅れずに参加することが大切ですと。これらのポイントを確認することで、Zoom の参加をスムーズにすることができますと。はい。じゃあ次に、皆さんがよく困っているのが、Zoom の音が出ないと。まあ、Zoom の音が出ないと。これをちょっと聞いてみますね。はい。Zoom の音が出ないと。Zoom の音が出ない場合は以下のステップを試してください。オーディオ設定の確認。今これ AI が考えているところで、今 AI がデータを集めているところですね。なんか出てましたね。オーディオの設定の、これ、Zoom のセッティングからオーディオを選択し、使用するオーディオ設定を確認しますと。これどういうことかな。オーディオを確認し、オーディオ設定というのはマイクとかイヤホンのことですよね。それからマイクの違う、これですね。マイクが正常に接続されているか、マイクのボリュームが大きすぎないか確認。まあ、逆にマイクのボリュームがゼロでないかを確認しますのも必要ですね。それから他のアプリケーションを停止する。他のアプリケーション、例えば Spotify の、これは音楽ソフトですね。音楽を聴くためのソフトですね。Spotify などが同時に音声を使用していないか確認しますと。
これはブラウザーのキャッシュ送り、これちょっとブラウザーを使用している場合はキャッシュ送りをすると解決する感じ。これちょっと技術的なことですね。Zoom アプリの再インストール、まあ Zoom アプリで使用した場合は Zoom アプリを一遍消してまた入れ直してくださいということですね。問題が解決ない Zoom アプリを再インストールで解決する感じです。まあそういうことですかね。じゃあよくあるのが Zoom のまあ画像が出ない、画像が出ない、 Zoom のカメラが Zoom の画像が出ないとしときますか。まあ、これで回答が出るかで、表示されない場合以下のステップを試すことができます。インターネット接続の件、これはまあ、高速な、カメラの、じゃカメラが正常に接続されているか、カメラのせいで他のアプリケーションの使用確認、他のアプリ、例えばスカイプ、まあ、スカイプはズームと同じように画像を使いますから、これが使ってないかの確認と、カメラのドライバーの、そのカメラのドライバーが古い場合、最新のドライバー、もうカメラのドライバーというのはちょっと難しいんですけども、まあ、あのパソコンと接続するときにドライバーというものを使います。そのドライバーが古い場合は、まあ、新しいドライバーにした方がいいですよということですね。まあ、これは分からないでもないですね。まず、Zoom アプリの再インストール、まあ、これは音でも一緒ですね。問題だけの Zoom アプリ、はい、まあ参考になればなるというとこですかね。じゃあ Zoom はやめて、では70歳以上ですが、70歳以上で健康に気をつけることは、果たしていきましょうね。70歳以上で健康に気をつけることは、考えてます。70歳以上の方は健康に気をつけて以下のことを行うことが有効ですと。適度な運動、毎日歩く、ジョギングするなどの適度な運動を行い、体を動かすことが大切ですと。なるほど。健康的な食生活、栄養バランスの良い食生活を心がけましょう。豊富な野菜、果物、肉、魚などのタンパク質を取るということかな。あ、乳製品などのカルシウム源を摂取することが大切ですと。なるほど。睡眠、あ、十分な睡眠をとることが大切です。7から9時間の睡眠をとるよう心がけましょう。禁煙、アルコールのモニター、まあタバコやアルコールは健康に悪影響を及ぼすため、できるだけ避けるよう心がけましょう。なるほど。健康診断、定期的に健康診断を受けることで早期発見、早期治療ができる。まあ、これはなかなかいい回答ですね。なるほど。じゃあ次は、嫁にへそくりがバレた。こんなの聞いていいのかな。まあいいや。嫁にへそくりが割れたらどうしたらいいんですかということですね。嫁にへそくりがバレた。これさすがに
へそくりは何ですかって聞きよ。嫁に内緒の貯金がバレた。これならわかるでしょう。これ英語で答えてくるね。なんか英語で答えよるね。アメリカ人でもこういうのが困ってる人がおるってことですかね。もういっぱい。考えてますね。えらい考えてますね。非常に微妙な問題ですから、 AI もさすがに回答することができるのでしょうか。それにしてもえらい時間かかるな。あれ？嫁にへそくりがバレたというフレーズに意味が分かりません。もう少し情報を知る。あ、なるほど。そうすると妻に内緒のお金を知られてしまった時の対策は、まあこれならよいしょ、つまり内緒のお金を知られてしまった時の対策は、えらい考え。つまり内緒で使っていたお金が知られて以下の対策を考えること。なるほど。真相を認める。相手に真実を率直に言うでしょう。誤解を招かないように明確な、そういうことはできんと思うけど謝罪する。自分の行動が相手を傷つくと認識、謝罪すること。なるほど。謝るということやな。考えてますね。誤解を招かないようにって、誤解も何もないと思うけどな。あら、なかなか次の答えが出てこない。共同貯蓄をする。共同貯蓄する。今後お金の使い方を共同で話し合い、共同貯蓄することで2人とも信頼を回復する。信頼を回復するためには今後が相手に、まあなるほどね。
はい、他にはウォーキン70歳以上でウォーキングをするときに気をつけること、気をつけることは、ちょっとこれを聞いてみましょう。70歳以上でウォーキングをするときに気をつけることは、最初の方がウォーキングをする際には以下のような点に気をつけることが大切です。スロースペースで歩く、ペースを落としてゆっくりと歩くことが大切です。急いで歩くことは避けましょう。2番目、あれ Something went wrong、 あ、なんかミスが出たね。こういう時はどうしたらいいのかな。もう一回聞き直してみよう。70歳、もう一回聞き直してみましょう。70歳以上でウォーキングをするときに気をつけることは、はい、もう一回聞きます。ほら、オンリーなんだ、Only one memory. Only one message. Please allow your other response to complete before sending another message. お、お、なんか出てきた。適切なシューズを選ぶ、履き心地の良いアイテム。工場、いくつの場合は歩行状況のものが良いです。路面状況について、お、なるほど、なるほど。なるほどね。じゃあ、別のやつをちょっと聞いてみましょう。もう聞けんのかな。ほら、なんかエラーが出た。あ、なんかエラーが出たね。これじゃダメだ。ニューチャット、新しいチャット入れましょう。70歳以上でスマートフォンを使いこなすには、70歳以上でスマートフォンを使いこなす、70歳を、返事が早い。70歳以上の方がスマートフォンを使いこなすためには以下のようなヒントが役に立つかもしれません。簡単な操作から始める。スマートフォンには多くの機能がありますが、最初は基本的な操作から学ぶことが大切です。2番、大きい文字とシンプルな画面の設定、画面の文字サイズや色の設定を変更することで視認性を向上させることができます。なるほど。タッチ操作の練習をしなさい。タッチスクリーンはスマートフォンの特徴ですが、はじめは練習が必要ですと。音声操作を使いなさいと。音声操作を行うことでスマートフォンの操作がない。アプリの使い方を学ぶ、スマートフォンの操作の使い方を学ぶことは便利できる。なるほど。これくらいにしておきますか。